卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。新しい時期が入りましたね。そんな時期、ある女の子が暴れ出しました。恐竜の真似をしてるみたいです。皆さん、とくとご覧あれ。かわいいですね。楽しい遊びがしたい男の子、小学校6年生。もうちょっと幼稚園になりきれ。あ、すいません、あの小学1年生なんです。そうなの？小学1年生？あ、幼稚園児じゃないの？あ、小6、あ、小6。こんにちは、こたつ先生です。おー、こたつ先生や。英語喋って Can you please be quiet? Oh, thank you! I'm be quiet! Yay! 図工好きかい？はい！ということで、今回は骨骨ザウルスを使ってたくさん遊んでいきたいと思います。これね、中に恐竜がいます。おお、それをなんとこの中を見たらどのタイプかを選べるの。最高。そう、恐竜を組み立てながらも自分でアレンジしながら最強の恐竜も自分で作れる。だから無限大なんよ、可能性が。やばー。2人にまずタイプ A とタイプ B で作ってもらいたいなって思います。じゃあ、アミカちゃんはこのタイプ A、 アマリザくんはタイプ B で、今からちょっと手伝ってくれる先生の、お願いします。先生、じゃあ確認できる前に行こう。やめてください、高岩さん。こんにちは。こんにちは。ほら、ガム出てきたよ。ガムもついてるのね。これ、あれね。何味？アミカちゃん。バナナ。バナナ。おやつだ。これ、あの作り方っていうのはこの中にも箱自体の作り方。お、すごい。へえ。そうなの。カードゲーム。アミカ君、これこいつの作り方じゃなくない？これだよね、多分。これ説明書だよね。こっちだね。こっちだ。うん。ごめんなさい、ご情報です。これがあれだ、こたつ先生が言ってた無限大だよね。ってか、いろんな種類作れるよっていうのを説明してくれてるんだ、これが。だから、ちゃんと設定された恐竜もあれば、そこからまたアレンジができるっていうね。できるぞって書いてるわ。あーちゃん流の組み立て方していい？ここに置くでしょ。おこれだなって思うのをここに置くでしょ。じゃじゃん。話聞いてる？何で作ったの？タツくん食べちゃうぞ。いいなぁ、楽しそう。先生、エグ似てる。エグ、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 ワルド先生、全部パーツ左右左右。太郎先生が、太郎先生がモササウルス各関節症に作れないぞ。顎は進まないで。先生、多分ちゃうって。先生、ステラノゾンがなんでこうなってんのか違うよ。これは違うよ。こうやって遊び方も無限大だよ。自由だよね。そう、まずはけどね、シンプルなやつ作ろう。そうやね、こう構図に沿ってやろっか。びっくり。見て、あ、出た。お、え、すごい。お、え、やばめ。じゃあこれをさらにこれつけてパワーアップさせたいです。あ、やっていこう。え、かっこいい。アミカのパワーアップ見たい人。おお、見たい、見たい。そう、パワーアップもできる。見てて。本体がこっちで、スペシャルパーツっていうの別で書いてくれてて、それを合体っていうのも書いてくれてるから分かりやすかった。すごい。これを中心を中心に合体。でねー。おー、すげー。かっけー。すごい。じゃあ僕も合体します。おい、いやいや、ちっちゃい。合体して合体しようか。うぅー、かっけー。かっけー。で、例えばだけど、ここの部分をここにつけたりとかしてみて。お、さらに合体できる。ちょっとその2つを合体してみて。さらに合体できる。おー、すごい。アミカの発想が
全回転して、うわー、すごい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 、空も飛ぶし海も泳げちゃう恐竜できた。8種類あるから8種類全部使って最強のプテラノドンを使おう。よっしゃー、スクロー、じゃあはい、MC 先生これじゃあ1番作ってください。はい、で、太郎先生これ3番じゃあ4番え、3番よ、うっ、どうした、あっ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 、こっちゃんっていうの可愛い名前だね。じゃあ何歳だってよっか。僕は7歳こういうピーパーツもなくならないように、ほらすごい色が分かりやすいでしょ。今回色が豊富っていうか、でもあれだね、色が鮮やかだからなくしにくいの、ね、なくしにくいね。すごいなんか色鮮やかでいいよね、進化していってる未来が。言ったよ、いけた、いけた、やったやった。ねえねえ、骨骨コンブの足取ったよ。えぇ、むちゃくちゃかっこいい、かっこいい、できた、うわすごい、うわ恐竜ができました。全部かっこいいな。アミカちゃんとアメリザ君に1個にまとめてもらおうかな。はい、ということで恐竜が2体できました。はい、できました。僕のこちらこちらバルキリーマンスペシャル。バルキリーマンスペシャル、かっこいい、かっこいい、何それかっこいいね。顔いっぱい1,2,3,4,5,6,7 個、7つの顔を持つリアル、かっこいい。おおおおクワトロザウルスです。クワトロモノマチや。この2体どっちがかっけえか勝負しようや。選んでほしいね。誰に選んでもらう。じゃあマリザ君とアミカちゃんが対象かな。恐竜ソムリエの僕が選ぼうか。見て見て、全方向から決めた、決めた、決めた。じゃあこれ勝負、うん、決めます。今回あれ、あれザウルス、かっこいい恐竜勝負、勝者はドゥルルルルせーの、こっち。どっちもかっこいいね。まあ、こっちの皆さんはなんかお顔いっぱいあってかっこよかったのと、後ろのお尻のお顔がもろかった。甲子園よくできてるよ。甲子園で準優勝したこっちゃんの方はザ生き物って感じですごくかっこよかったんだけど、こっちゃんの方は難しい、ちゃんとカスタム感が、この足が恐竜というよりロボットみたいというか、確かに気味合い感が恐竜にひっついてる。みんなごめんね。ありがとう、ありがとう。あ、いい勝負でした。僕は大きい方が好き。でもあれだね、新しい風が欲しいな。新しい風？うん、違う人となんかお友達をいっぱい呼んで、なんかもう一回作りたい、遊びたいの。遊びたいの。遊びたいの。先生も呼びたい。先生も呼びたい。4人新しくじゃあ呼ぼっか。マストバイキャンペーンっていうのがあって、マスターバイキャンペーンね。知ってるの？僕知ってるよ。え？大物人だから知ってるよ。でも教えて。このマストバイキャンペーンっていうのは、うん、この骨骨ザウルスを買って、お母さんに買ってもらった時に付くレシートあるじゃん、うん、あのレシートで応募できるんだって。その応募で当たった A 賞の人はなんと僕たちの YouTube で保留議会をできるってことなのさ。4人だよ。それできないのが、B 賞2番目の人はホネホネザウルス44段セットプレゼント。えぐい、ぶつかほしい、嬉しい。だからこれを組み立てて体長6万2000メートルの距離を作ろう。かわいい。